ドラムインストラクターの山部美希夫です。今回はドラム練習のもとシリーズの、ルーディメンツ編、ハイブリッドルーディメンツの一種であるブックリポートを紹介してみたいと思います。また今回のブックリポートも先日アップしたチューチューっていう、ルーディメンツと同じく、パラディドルベースの、ハイブリッドルーディメンツなんですけども、さらになんか変わってますよね、名前がね。普通のルーディメンツでも、ままならないのに、ちゃんと叩けないのに、そんなハイブリッドルーディメンツなんてまだまだ早いですとか、私には関係ないかなとかって思いがちな方が多いと思うんですけども、基本の例えばフラムとか、シングルストローク、ダブルストローク、そういった一番大基本であるような打ち方ですね。こういったものを例えば磨いていった先に、にじみ出てくる、スティックワークの美しさとかですね、コントロールの正確さなんていうのがありますけども、そういったものを磨くときに直接ただそういった一つ打ちとか二つ打ちとか、ダブルストロークですねフラムとかですねを練習してるだけではなかなかたどり着けないものがあると思うんですね。そこで僕はフラム系ルーディメンツの特にハイブリッドとかをよく練習するんですけども、そういったいろんなタイプのルーディメンツにできるだけ親しんで練習してみた方が結果的に基本である部分の見直しとか強化につながるのではないかと思っています。ですから今これができないのに次のこれなんてもっと無理なんていうふうに自分がそういうふうに考えてしまうとか、もしくはレッスンの時にそういったふうに教える先生がいたりとかしますけども、僕はそうじゃなくて、最初の基本である部分の見直しをするために、そう振り出しに戻すっていうことはしますけども、いろんなタイプのものには早く触れておいて、全体をできるだけ包括して捉えれるように、いろんなタイプのものを練習、していった方がいいのではないかと思っています。つまり上達の、ちょっと足かせになってしまいがちなこととして、なんか一つのことだけを単純に繰り返しているということを捉えているんですね。もちろん繰り返し練習っていうのはとても大事なんですけども、どんな繰り返しをしているかっていうことをやり方をですね、途中で吟味して考えていくということがとても大事なのではないかと思っております。では普通のパラディドルを叩いてみますね。先日やったやつ中は3番目の音でフラムつけてました。このような感じ戻します。1番目の音にドラッグアクセント、つまりアクセントの部分を2つ打ちに変えると、これがドラガジルと言います。これですね、戻します。この2つを同時にやるとルーディメンタルという別の種類のルーディメンツ、これもやはりハイブリッドルーディメンツの一種なんですけど、はい、途中でごめんなさい、ちょっとブックリポートの感覚が混ざっちゃったので、2つ字が最後もついちゃったんですけど、はい、でそうですね、4番目の音をドラッグにするだけだとこんな感じになりますね。で、3番目の音にフラムをつけたのはチューチューでしたけども、こうやってチューチューの部分と、最後のドラッグの部分っていうのは、例えば最初のパラディドルで言えばライ、レフ、ライ、ライですから、ライ、レフ、ライフラム、ダブルストローク、右タブですね。つまりこうやって同じ、ディドルの最初の音と後半の音で分けた時に、後半を例えば2つ打ちにして最初にフラムをつけるものは、スイスドラッグ、スイスフラムドラッグって言いますね、はい、ですね。これは例えば似たようなものとすればスイスアーミーというものがありますが、あ、ごめんなさい、左手からもこうですね。スイスアーミーの2打目をドラッグにすると、これが、スイスフラムドラッグっていうことになるわけですね。はい、これが後半についていると思ってください。はい、
これがパラ、スイスフラムトラック。難しいですね、長い名前ですけどもになりますね。そういうのを全部合わせるとこのブックリポートになるわけです。